東京都立世田谷泉高等学校。東京都立世田谷泉高等学校は、東京都世田谷区北か山に所在する都立の高等学校。ただし、これらの系列は科目を大きく分類するときの故障であって、生徒がいずれかの系列に属したり、系列ごとに最低履修単位数が定められているわけではない。どの系列の科目も選択履修することが可能である。 都立高校再編の一環として、2001年4月に、代々木高校、三部生、定時生、烏山工業高校、全日生、名称高校、現、六花高校、定時生の3校を統合し開校した。校舎は、元東京都立烏山工業高校のものを、使用している。総合学科で、午前、午後、夜間の三部生のチャレンジスクールである。 3年から4年かけて74単位を取得し、卒業する。在籍可能年限は6年間。私服校である。体育技及び工業系科目での作業技は指定。ただし作業技は安全面等の基準を満たしていると認められれば、指定のものでなくともよい。チャレンジスクールの本市により、中学まで不登校傾向であったり高校を渋滞した生徒なども想定し、 入学時の学習水準では過去は問わないとしている。そのため、主要科目においては、高校の指導要領レベルではなく、中学レベルから学べる科目も開講されている。入学試験は志願申告書も点数化するが、主に作文と面接で行われている。学科試験は行っていない。前期試験と後期試験があり、前期試験は例年2倍ほどの倍率である。 後期試験の倍率は3倍を超えることが多い。午前、午後、夜間で試験は同じである。合格しても必ず希望の時間帯に入れるわけではない。午前、午後、夜間の区分は、一部、二部、三部と呼称し、それぞれ一部生、二部生、三部生と呼ばれる。体育祭は、この部ごとの対抗で行われる。クラスは一学年六クラスあり、A、 B が1部、C、D が2部、E、F が3部である。例えばクラス名が 3C ならば、3年次2部のクラスである。3年間で卒業要件を満たし卒業する生徒もいるので、4年次は人数が少ないため、行事などの際には4年次は 4AB、4C、D、4EF と2クラス合同で、クラス運営することが多い。ただし、のため、 一部の例外を除き、履修登録時の選択によって、生徒一人一人の時間割が異なるため、クラスとして集まる機会は多くはない。通常授業時は、うまい登校だが、全校行事などの際には、一斉登校、午後である場合が多いとなる。教員の勤務時間は、午前、午後、A 勤務と午後、夜間、B 勤務に分かれている。ただし、事務を取り扱う経営企画室は、 午前から午後である。通常授業時は、1から4元、一部授業時間帯、昼休み、5から8元、2部授業時間帯、夕休み、9.10元、給食、11.12元、3部授業時間帯である。一部生は5から8元、二部生は3.4元及び9.10元、三部生は5から8元に開講されている科目を履修することもできる。 授業は一部の科目を除き、休憩を挟んで2元続きで行われる、1.2元、3.4元というように。部長会や委員会は、昼休み、午前、午後の生徒対象と、夕休み、夜間の生徒対象というように同日に2度に分けて行われることが多い。一斉登校日に合わせて行われることもある。各講座は、評価期間と呼ばれ、 試験はその科目の通常の時間割と同じ時間内に行われる。実技科目では制作物提出や実演、工業科目ではレポートがペーパーテストの代わりに課されることが多い。河川祭りと呼ばれ10月末に2日かけて行われている。緑が多く都内高校でも有数の広い敷地内には校舎の多多くの施設、設備がある。校舎は 元東京都立カラス山工業高校の校舎を増改築して、地上を4階建ての校舎は A 棟から G 棟まであり、工場棟、案内図には工業棟や旧棟との表記も見られる、角技棟、案内図では武道場棟と書き換えられている体育館がある。体育館と角技棟以外の校舎はすべて渡り、廊下でつながっており、車椅子等に対応している。 校舎内にエレベーターが1機あるが、障害者及び備品移動専用である。生活、福祉系列でよく使用される施設として、保育実習室、介護実習室、調理実習室、被服実習室などがある。校庭は一周が200メートル強と広い。また、校庭とは別にテニスコートが2面ある。プールは屋上に設置されている。 トレーニングルームや多目的ホール、ダンス、演劇などで使用、柔道場、剣道場があり、創作、表現系列の科目でよく使われている。また創作、表現系列の科目で使用される設備に、美術室の他に、写真スタジオ、暗室、造形室、デザイン室、陶芸実習室、音楽室、演奏室などがある。 和室は生活実践の授業や作動部の活動のほかに、音楽での奏曲の授業でも使用される。制作、技術系列の科目で使用される設備は主に、工場棟内の機械加工実習室、蘇性加工実習室、木工実習室、原動機実習室、金田取り室などがあり、実習室では、機械、旋盤、フライス盤、ボール板、溶接機など、 頻繁に使用される。パソコン関連の部屋も多い。また、製図室、メカトロ室などがある。図書室には、司書が常駐しており、バーコードリーダーでの貸し借りが行われている。食堂は、昼休みには、給食が出ないものの午前、午後の生徒にも開放されている。自動販売機は70円から、飲み物が販売されており、さらにパンも販売されている。 夜間の生徒には、給食がある、夜間定時生活程に準じている。多くの部活が、精力的に活動をしており、中には、全国大会に出場する部もあるなど、数々の大会で入賞している。入部、退部、県部は年間いつでも自由、保護者、担任、顧問の許可は必要。部活動のための時間は、特段設けられていないため、部員同士の授業の空き時間や、 土日を利用して活動している。同じ部活内に時間帯の違う生徒が所属することになるので、活動時間の調整には部員、顧問とも苦慮することがよくある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。